ハイキングへと出かけたジムは森の中で迷ってしまいました。しばらくするとお腹が空いてきます。ジムは辺りをうろうろして3つの選択肢を見つけました。安全なのはそのうち1つのみ。ジムが正しい選択をするお手伝いをしてください。すべての足跡がベリーの低木へと向かっていますが、低木から離れていく動物の足跡は一つもありません。ということで、ベリーにはおそらく毒があるのでしょう。美味しそうなバナナの周りにはサソリがたむろしています。ということで、リンゴの木を選ぶべきでしょう。ティミーは山でのハイキングに向けて荷物を詰めています。余分なアイテムを弾き出してください。ヘアドライヤーが必要になる可能性は低いでしょう。ティミーはすでに懐中電灯を持っていますし、おそらく電力の供給はありません。つまりこの卓上ランプも不必要です。最後に、重さのある銀食器は持っていくべきではないでしょう。井戸の底にカエルがいます。井戸の深さは 9.14 メートルです。カエルは毎日 1.52 メートル登りますが、毎晩 1.22 メートル滑り落ちます。自由になるまで何日かかるでしょう。26日間です。カエルが24時間に進む距離は 0.3 メートルということで、25日目で 7.62 メートルに到達します。26日目に最後のジャンプで 1.52 メートルを移動して井戸から脱出するという計算です。不気味な洞窟の中で目覚めたビリーは、外へと続く4本のトンネルを見つけました。脱走のチャンスは一度きり。一つ目のトンネルの中にはお腹を空かせたトラが待ち受けています。二つ目のトンネルは埃と蜘蛛の巣で溢れています。三つ目のトンネルにあるのは中にサメが入った水槽。四つ目のトンネルには毒性のヘビがうじゃうじゃうごめいています。どのトンネルがある程度安全でしょう。ビリーが選ぶべきは2つ目のトンネルです。写真をよく見てみると、実際に蜘蛛はおらず、あるのは巣のみです。蜘蛛の巣の間を移動するのは気持ち悪いですが、ビリーの安全上問題はありません。ハイキングに出かけた3名の観光客がトラブルに巻き込まれました。ありがちな展開。生き残りの可能性が高い人は誰でしょう。3人目の人です。ネズミは気持ち悪いですが、危険ではありません。船が大破してしまい、ダイアナは南の島に漂流しました。地元の人は謎の言語を話しています。ということで、ダイアナは彼らの言葉が理解できません。しかし、それでもこの男性の奥さんをすぐに見抜くことができました。皆さんもわかります？3人目の女性です。2人は似たようなタトゥーをしています。森の中を歩いていたウェンディは邪悪なエルフの罠にかかってしまいました。ウェンディはエルフの王様に提案を持ちかけます。紙にあなたの正しい年齢を書き出すことができたら解放してください。王様はその提案に了承し、ウェンディに紙を1枚渡しました。1分後、無事解放されたウェンディ。どうやって正しい年齢を当てたのでしょうか。ウェンディは言ったことを文字通り実行したのみです。つまり、あなたの正しい年齢と紙に書き出したんです。賢い。呪われた街で一人歩いているスタン。途中で TikTok に最適な撮影場所を見つけました。しかし、運の悪いことにスタンは地下へと落ちてしまいます。辺りを見回すと、外へとつながる4つの扉が目に入りました。1つ目の扉の向こうにはお腹を空かせた竜。2つ目の扉は激しい炎が燃え盛っています。3つ目の扉の向こうにはお腹を空かせたピラニアで溢れる砂漠。4つ目の扉の向こうに待ち受けるのは毒蛇です。
最も安全な扉はどれでしょう。3つ目の扉です。ピラニアは水中に生息する生き物です。砂漠の上で生き延びることはできません。つまりスタンに危害を与えることはできないはずです。ジェシカは小さな水入りペットボトルのみを持ったまま砂漠で迷子になってしまいました。一番近い水源がどこにあるかも分かりません。皆さんはどうするべきだと思いますか？ 1. 水を見つけるために思いっきり走り回る。 2. 日射病を回避するためにも水を全部頭からかける。 3. 日陰を見つけて休む。 4. 今いる場所にとどまってできるだけ大きな声で叫ぶ。一番良いのは3つ目の選択肢でしょう。辺りが暗くなって気温が低くなってから先へと進んで助けを求めるべきです。ティルダはプライベートジェットに搭乗中。クルーから挨拶で出迎えられますが、彼女はクルーの中になりすましを発見しました。皆さんは誰だか分かりますか？機長は女性の顔写真と名前が記載されたバッジを着用しています。ということで誰かの身分証明書を盗んだのでしょう。朝目が覚めるとタイラーは自分の影が消えていることに気がつきました。地元の魔女のところへ行くと6つの選択肢から1つ選ぶように指示されます。本物のタイラーの影はこの中で1つのみ。皆さんはどれが正しい影か分かりますか？ぴったりと合うのは1つ目の影のみです。ニーナとサラはどちらも水泳が大好き。2人のうちどちらかは重大なミスを犯しています。ミスを犯しているのはどちらでしょう？ニーナです。看板にはこの川の水に有害廃棄物が含まれていることが記されています。大波でサーフィンするサラはおそらく大丈夫でしょう。カイルとベティはロマンチックな週末を過ごすために人里離れた村へと向かいました。途中で小さな可愛い農場を見つけてザクロを購入しました。ピクニックへ出かけた2人は先ほどのザクロを味わいます。2人でザクロを半分ずつ食べました。10分後カイルは体調を崩してしまいます。ベティはカイルを病院へと連れて行きました。医師が全てをチェックした後とある結論に達します。ザクロには毒が混入されていた。カエルとベティは毎日同じ食事をして同じ飲み物を飲んでいます。どうしてベティだけが大丈夫なのでしょうか？毒が入っていたのは白い種の中です。カイルは丸ごと食べていたのに対し、ベティは身の部分しか食べていません。アリソンは公園でジョギングをしています。突然、怒り狂うヒグマに遭遇しました。ヒグマは着々と近づいてきます。しかし、アリソンは無事生存することができました。アリソンはどう対処したのでしょう。1. できるだけ早く走って逃げた。2. 地面に這いつくばって意識を失ったふりをした。3. その場で凍りつき動かなかった。皆さんはどれだと思います？ヒグマは驚いた時や脅かされたと感じた時にのみ人間を襲います。アリソンが地面に這いつくばればヒグマは彼女を脅威とはみなしません。ピーターは辺境地でハイキングをしています。突然遠くにトラの姿が見えました。ピーターはパニックを起こすまいと隠れ場所を探し始めます。可能な候補は3つ。しかしある程度安全が確保される候補は1つしかありません。ピーターが正しい選択肢を選ぶためのお手伝いをしてください。ピーターがこの木に登ってもトラは楽にピーターを捕らえることができてしまいます。トラは実は泳ぐことが得意です。そのため船で逃げるというのも安全ではないでしょう。
この洞窟に隠れて入り口を岩で塞げば、ピーターは助けを呼んで救出されるまで待機することができます。アリスは息子のトムより45歳年上です。2人の年齢の数字にはどちらも素数が含まれています。またアリスの年齢はトムの年齢の数字を逆にしたものです。皆さんは2人の年齢を当てられますか？10以下の素数は2、3、5、7のみです。あり得る年齢の組み合わせを書き出してみましょう。32と23、52と25、73と37、53と35、75と57、72と27。一つ目の条件に合致するのは最後の組み合わせのみです。年齢の差は45歳でなければいけません。つまりアリスは72歳、息子は27歳のはずです。ポーリーは考古学者です。古代都市を発掘したポーリーは美しいアンティークの花瓶を発見しました。しかし花瓶は一部が欠けています。ポーリーは他にも陶磁器の破片を複数見つけました。ポーリーが花瓶の欠けた一部を特定するお手伝いをしてあげましょう。4つ目の破片がぴったりと合致します。人里離れた草原にパラシュートで着地したダン。そうそう、よくある状況です。ダンは町へと戻るために一番近いバス停を探しています。4つあるバスのうち町へたどり着くのは1つのみ。皆さんはどれだか分かりますか？2つ目のバスです。迷路は最終目的地から逆算すると楽に解くことができます。エイミーはお手洗いに行くために席を立ちました。戻ってくるとお財布から現金が抜き取られています。エイミーは犯人の指紋を見つけようとお財布の表面を調べてみますが、自分のものしか残っていません。次の日、エイミーは3名の同僚を尋問しました。マイクはこう証言しています。悪いけど事件が起こった時はランチに出てたんだ。オリバーは、午前中はずっと体調が悪かったから早退したよと言います。ウィルは、ずっとクライアントとミーティング中だったよと話しました。皆さんは泥棒が誰だかわかりますか？オリバーです。オリバーのゴミ箱に注目しましょう。現金を盗むために手袋を使用し、ゴミ箱に捨てたに違いありません。不器用な泥棒ですね。あなたは小さな飛行機を買いました。ゴージャスですね。乗客はあなた一人。数時間後にはビーチで冷たい飲み物を飲みながら日光浴しているはずです。でもそうなる前に大自然の中で生き残るためのサバイバルスキルがあるか、究極の試練を受けることになりました。正解できた数を数えて動画の最後で結果をご覧ください。あなたはシートベルトを締めて離陸の少し前に眠ってしまいました。突然乱気流が起きます。あなたは地震の中タコになっている夢から覚めました。飛行機は揺れていて荷物が頭上から落ちてきます。これは大変です。酸素マスクをつけると外で雷が光っているのが見えました。そして数秒後また光りました。でも今度はあなたの飛行機のエンジンです。燃えているのです。そして飛行機が墜落しています。金属が引き裂かれるキーという音、叫び声、そして暗闇。あなたは気を失ってしまいました。数秒後あなたは目を覚まし、自分が落下しているのに気づきました。しっかりしなくては。あなたはぐるぐる回らないためにシートベルトを外します。地平線に太陽が昇るのが見えます。そして下は密林と緑の原っぱ、池です。体を伸ばすと方向を変えることができました。まるで自分を操縦できるかのように。どこに着陸したいですか？または墜落と言うべきでしょうか？3秒で決めてください。正解は密林です。
これほどの高さから水に落下すると地面に落ちるのと同じくらいの衝撃があります。ですが木の枝は落下の衝撃を和らげてくれます。あなたは森に真っ逆さまに落ち意識を失いました。1日目、目を覚ますと体中が痛んでいます。幸運にも怪我はしておらず歩くこともできます。木の枝で命が助かったのです。実はじゃありませんよ。さてどこへ行きましょう。地図やコンパスはありません。すると突然川の音が聞こえました。あなたはどちらの方向に行くか決めなくては。選択肢はまっすぐ前へ歩くこと、木の苔を探し茂っている方向へ進むこと、川を見つけて川に沿って歩くことです。10秒で決めてください。前へ進むと迷ってぐるぐる回ることになるでしょう。苔を利用して進む、それはありえませんね。あなたを引っ掛けるために入れたんですよ。川に沿って進むのが正解です。池や湖に通じているので人がいたり道があったり、少なくとも何か手がかりがある可能性があります。2日目、湖に着きました。でも人がいる気配はしません。どうしましょうか。川の上流へ向かうとか。歩いているとまた気を失ってしまいました。目を覚ますと寒かったので川の水を飲んで火を起こすことにして、乾いた木の枝や芝、カバの木の皮、苔を集めました。やった、ガスライターと紙切れがポケットに入っています。火を起こすのに一番いい方法がわかりますか。木の枝を重ねてガソリンをかけましょうか。木の枝の中に紙を入れて燃やしましょうか。それとも木の枝を三角形にして下にカバの木の皮を入れ火をつけましょうか。7秒で答えてください。すごく寒くなってきましたよ。貴重なガソリンを木の枝にかけるのはやめましょう。すぐに燃え尽きてしまいますし、有毒ガスが出ます。紙は燃えるのが早すぎて木に火が燃え移りません。木を三角形に並べると空気が抜けるのがポイントです。3日目、やっと温まりました。水を飲んで川に沿って進みましょう。おっと、3日間何も食べていませんでした。どうにかしなければ。魚の釣り方は知らないので森に行って食べ物を探すことにしました。選択肢がいくつかあります。ベリー、ジューシーで美味しそうです。またはアリ、キノコ。7秒で決めてください。よく考えて。一番美味しくて安全なのはアリです。適当にベリーやキノコを食べたら危険です。毒があるかもしれませんからね。アリを口の中に更新させるにはどうしたらいいかって、それは自分で考えてください。4日目、大きなクマが道を塞いでいます。あなたは大声を出して追い払おうとしますが、クマは不機嫌そうにこちらを見るだけです。そしてあなたに向かってきます。どうしたらいいでしょう。全速力で走る。クマは大きくて不器用ですから。一番近くにある木に登ってクマがいなくなるまで座っているのはどうでしょう。または胎児のポーズでじっと動かないでいるとか。5秒で決めてください。間違うと大変なことになりますよ。クマは大きなリスのようなもので動きが速く木にも登れます。正解は寝たふりをすることです。クマはあなたを脅威と考えず、おそらく去っていくでしょう。5日目、激しい雨が降り始めました。木の下で雨宿りしてまた火を起こさねばなりません。この中でどの木の下で雨宿りしますか。ずぶ濡れになってしまう前に7秒で答えてください。左の木は腐っているのでいつ倒れても不思議はありません。右の木には蛇がいます。
毒蛇かもしれませんね。危険を冒す価値はないでしょう。真ん中の木が正解です。6日目、お腹がグーグー鳴り始めました。アリだけでは足りませんよね。何としてでも魚を釣らねばなりません。よし、服の切れ端で餌を作れそうです。でも釣りのロープは？10秒で答えてください。答えは靴紐です。2本をつなげれば十分なはずです。1日頑張ったらやっと釣れました。お刺身にしようかな。7日目、川沿いの旅は続きます。前方で川が2本の細い流れに分かれているのが見えました。さあどうしましょうか。左か右か、生きるか死ぬかを左右されるかもしれません。7秒で決心してください。断然右の小川です。左には狼の通った跡があります。お腹を空かせた狼の群れ、遠慮したいですね。8日目、信じられない、助かりました。遠くに大きな家の屋根が見えます。そして駆け寄ってみたら絶望しました。家は廃墟でボロボロです。それでもあなたは入ってみることにしました。廊下にはドアが3つあります。最初のドアには蛇と蜘蛛の看板がかかっています。2つ目のドアにも看板があります。槍がいっぱいの穴の絵です。3つ目のドアには雷の絵の看板がかかっています。高電圧なのでしょう。どの部屋に入りますか？10秒で答えてくださいね。3つ目のドアにしましょう。家は廃墟ですから電気は何年も通っていないはずです。あなたはここに泊まって休憩し、翌朝出発することにしました。気味の悪い家ですけどね。9日目、さあ出発しましょう。家の中に割れた鏡のかけらがあったので念のため拾いました。そして何時間も歩き続けましたが、川をたどって行っても何もありません。すると信じられないほど素晴らしい音が聞こえました。見上げるとヘリコプターです。ぜひ見つけてもらわないといけませんが、火を起こす時間はありません。どうしましょうか。ヘリコプターは飛んでいってしまいそうです。5秒で答えて。急いで、割れた鏡を使うんです。太陽の光を反射させてヘリコプターに当てましょう。やった、見つけてもらえました。でも救助してもらうのが不可能です。そんな、急に雷雲が出てヘリコプターを押し合ってしまったのです。最善の策はその場を動かず、ヘリコプターが明日戻ってきてくれるのを待つことです。10日目、気分よく目が覚めました。救助隊がもうすぐやってきます。あなたは川で足を洗うため靴を脱ぎました。すると嫌な音が。何かがうなっています。2匹の狼があなたをじっと見ているのです。あなたはパニックになり走って逃げました。狼たちが追ってきます。追いつかれそう。目の前には3本の道があります。最初の道は燃える炭で覆われています。2本目の道には錆びた釘が散らばっています。3本目の道は割れたガラスだらけです。あなたはどの道を選びますか？狼が迫ってきていますので2秒で答えてください。一番いいのは熱い炭です。走っているので暑さを感じるほどの時間がありません。少しは暑いかもしれませんが足は大丈夫です。狼は炭の上を走る勇気はないようですが、まだ近くにいます。最悪です。これでは救助隊に見つけてもらえません。でもちょっと待った、なぜこんな3本の道が森にできたのでしょう。人が作ったのです。この方向で合っていますよ。人が近くにいるはずです。食べ物と水、 Wi-Fi だってあります。11日目、ヘリコプターがまた空を飛んでいます。
あなたは急いで鏡を取り出し町に行きます。ヘリコプターが降りてきましたが、あなたのいる方の川岸へは着陸できません。木が多すぎるからです。救助隊は反対岸であなたを待っています。急いで。川には3本の丸太が川にかかっています。どれを使って川を渡ればいいでしょうか。10秒ありますからよく考えてください。1本目の丸太は古くてすぐにでも川に流されそうです。3本目の丸太はワニですね。2本目を使いましょう。あなたは無事救助されました。さあ涼しい海風を感じに行きましょう。でもあなたは知りませんが、もう一つ試練があるんですよ。貸しボートでうっかり眠ってしまい沖に流されたのです。でもそれはまた次回。まず結果発表です。0から4ポイント。経験豊かな人と一緒でなければキャンプに行かない方がいいですよ。でも大丈夫、サバイバルが苦手な人もいますからね。5から9ポイント。悪くないですよ。森で迷ってしまってもパニックにならないでしょう。でも自然の中で何日か過ごさなければならないとしたらちょっと危険かもしれませんね。10から12ポイント。大自然はあなたの第二の家です。大変なことになったとしてもずっと森でキャンプしていられるでしょう。パラシュートなしで飛行機から落ちたところは真似しちゃダメですよ。